どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私は、クアラルンプール国際空港にいて、ダイヤモンド州をねこちら最終ルートということで、東京じゃない、クアラルンプール発見の、東京乗り継いでのニューヨークで、ニューヨークから東京乗り継いでのクアラルンプールで、最後ねおまけルートで、クアラルンプールから東京というルートになっております。で今回のこの動画では、クアラルンプールから東京羽田空港まで、行きたいと思います。で今、クアラルンプールに、先ほどね ANA の便で到着しまして、今ね朝の5時半ぐらいかなとなっておりまして、次の便が、2時15分だったかな、そのぐらいで、約何時間 ?8 時間ぐらいですね。ここでトランジット過ごして、また ANA の便でね、東京の方に帰ります。で、今回この動画では、クアラルンプールから東京まで向かうんですけども、ひとまず、ここでね、8時間ぐらいかな。ここで過ごして、飛行機の方に乗っていきたいと思います。で、ラウンジの方にねこれから行くんですけども、ラウンジの方はねちょっと別の動画で出したいと思ってますんで、そちらご覧いただけたらなと思います。それでは行きたいと思います。それではね、搭乗時間になりましたのでゲートの方に向かいたいと思います。それでは行きます。で毎度のことなんですけども、クアラルンプール国際空港は、搭乗ゲートの前にもう一回ね手荷物検査がありますんで、それだけね時間がかかることだけ押さえておいてください。看板の C の3のゲートです。私ね SFC 修行した時にこの看板で C の3あっちって思って、まあその時 C の2だったかもしれないですけども、でこの看板勘違いしてね、この電車に乗るもんだと思ってね間違えて電車乗ったことありますんで、まあ、間違える人いないかもしれないですけど、一応気をつけてください。このね電車の脇が搭乗ゲートの入り口にもなっているっていう感じで、私はまさかと思ってね、いたら、実はこのエアトレインの奥がね、搭乗ゲートになってるっていうことをね、電車に乗って向こうのターミナルに行ってから気づくっていう、なんとまあ残念なことがありました。それではね C の3のゲート着きました。では手荷物検査もう一回受けたいと思います。でこの手荷物検査を終えた奥なんですけども、お手洗いがありませんのでね、お手洗い済ましてくることをお勧めします。中でねお手洗い行きたいんだけどっていう人、結構私係員の人に聞いてる人も見たことありますので、残念ながらねもう一回受けなきゃいけなくなりますので気をつけてください。それではね、手荷物検査を終えました。Airlines is now inviting diamond members to board through door A. Thank you. あとね、10分ぐらいで搭乗開始となると思うので、しばらくね、ここら辺で待ちたいと思います。本日乗る機体があちらですね。また、今回もエコノミークラスということなんで、楽しんでいきたいと思います。Now we would like to invite business class passenger, platinum, super flyers, and Starlines crew member to board according to ticket classes. Business class door A, economy class door B. Thank you. Starlines crew.
それではね、無事登場することができました。今回は 26A という座席で、イキトシホーンに787となっております。映ってるかな。まあね、今回は非常口座席等々ではなく、普通にお隣さんが来るかもしれないっていう座席ですね。まあ、あの予約時にはまだ隣さんは空いてたんですけども、まあ、これ昼間の便で羽田空港行きなんで、多分ねいっぱいになるんじゃないかと思います。それではね、ちょっと飛行機が待つまで、動くまで待ちたいと思います。で、外はねこんな感じで離陸着陸が完全に楽しめそうですね。はい、それでは待ちたいと思います。こんな感じです、座席は。で、今ねまだ搭乗したばっかりなんで、ちょっとね失礼して、こんな感じで結構これが限界なんですけども、倒れますね。よいしょ、これが限界これが限界ですね。こんな感じです。まあちょっとですけど、エコノミークラスですからね、こんなもんでしょうか。で、足元はこんな感じです。もうね、早速これは持参したスリッパで履き替えております。で、フットレストがあって、ヘッドホンと、あとは安全のしおり等々があって、あとリモコンですね。で、 USB ポートとイヤホンジャックとモニター、まあモニターはまあまあ小さいですけど、まあいいでしょう。エコノミークラスですからね。あとはそんなもんですかね。で、見えますかね、ここ。まあ、実はってわけじゃないんですけど、ちょっと分かりづらいですけど、あそこに AC の、ね、コンセントのチャックがあります。まあそんなもんですかね。約6時間15分だったかな。多分6時間から7時間ぐらいのフライトですけども、まあ、楽しんで、ね、行きたいと思います。それではね、まもなく離陸となります。
うん、無事に羽田空港に到着しました。ご注意ください。
それではね、無事羽田空港到着しました。今回は、ダイヤモンド主要クアラルンプールから東京までですね、ANA の、ANA エコノミークラスで、333の座席の窓側、いやー、まあ、久しぶりにちょっとね大変ではありました。まあ、お手洗いもね、お隣の方がねもうずっと我慢していこうかなと思ってたんですけども、お隣さんとお隣さんがね立ったタイミングで今しかないって感じで行きました。まあでもまあ6時間ぐらいのフライトですからね、そんなにニューヨーク路線と比べると、ね、そこまででもないですね。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますので、よかったらフォローとチェックしていただけるととてもありがたいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。